伊達成りには、江戸時代後期の大名。道の区国仙台藩の第十二代藩主。伊達氏の第二十八代当主。かには、十四以上、左この江県中条。文化十四年九月二十七日、留立や、伊達宗光の長男として、留軍寺池村の留め館にて誕生。母は、片倉村天の娘。仙台総書では、 文化14年5月28日出生とある。陽名は、藤三郎、後に孔五郎。性質は11代藩主、伊達仁志儀の娘、強松井に綾木ぬ姫。文政2年5月に男子がなかった藩主、伊達仁志宗が、病床に付したために、後継者を選定する必要が生じ、当時2歳であった孔五郎が、 道の区国仙台藩一門の枠や伊達家の源次郎、四藩一の関藩主、田村総建议要で、いとこの田村県義美同様に藩主後継候補に上がった。年齢や血縁の近さから田村県義美が伊達人主義として十一大藩主に就任する。文政十年一月二十五日に伊達人主義の婿養子となり、翌日に通称を総次郎と改めた。 翌文政11年11月27日に、養父の蔡吉が没すると、蔡吉の実子である吉国が幼少であったこともあり、同年12月に家督を相続した。なお、仙台草書などによると、蔡吉が実際に死去してから後継者が決まらずにもを、死している期間があり、この間に、老中より蔡吉の性質に、徳川家なりの子息を婚姻させて、 家徳相続させる案が提示されており、水面下では家徳相続までに右予曲折があった。文政11年1月23日に忌味名を総和屋と称し、1月28日に徳川家成に初おまみを得て、十四位少将に序人の上、陸守に任官し、また蔡義と同様、蔡の字を賜って、蔡国と改名する。天保二年には、 14以上中上に進む。同年、天命の基金を経て、地域主導で行われていた、諸国について、後押しをする通達を出した。こうした米などの備蓄は天保4年の強作時には、機能して、藩の名声を高めたものの、天保7年の大基金時は不定しており、多くの犠牲者を出すとともに、藩の財政運営の行く末に大きな影を落とすこととなった。 天保八年に、西予氏の娘である、綾木の姫と婚礼を挙げ、同時に、西予氏の維持で性質の実定の上三郎を養子市と、する。天保十年に、藩来困窮により、江戸への参勤交代が延期となり、翌年には、圧勝となり、天保十二年七月二十四日、二十五歳で、死去した。あと、養子市のこと村が継いだ。改名は、自由因 達山魔術大孤児。学問を好み、大月清志人志に洋曲の新曲を作らせるなど、文学面では功績が大きい。また、有能な役人を登用して様々な反省改革に当たるなど優れた行政手腕を発揮したが、同時期に地震や水害、飢饉などが生じたため、点検論の視点から批判されることもあった。なお、 資料により孫と表記されることがあるが、これは村寮の後を相続した伊達村公の養子として宗光が留立家を相続し、家計的には養孫となることによる、天保7年とする資料も存在する。ありがとうございます。